ファンタジー感が増すなし、うん、何だしそんなファンタジーでもねえって話なしファンタジーだしで、江戸村初めて、江戸村初めてのしよ、あね、忍者と戦いたいしな、出番あるからちょっと慣れないようにねえ、そうそう、夕方ぐらいまでの出番ってお話もしましたけど、あの今日はね、この競馬場でもいろんなことがありまして、お、何やるらしい、はい、あのまず10年ぶりの女性騎士さん、あ、奈々子ちゃん、そうね、藤田奈々子さんが今日こちらで、あ、ちなみに何レースなし、何レースですか、11レース11、じゃ結構メインの方しな、そうですね、割と後半の方になりますけどもね、で、走られるっていうことですけどね、おお、じゃあ、うん、ガツンと300円ぐらい300円かよなしのガツンは300円、なしに1個買える、なしに2個買えちゃうなしなるほど、でもね、そういう注目が一つあるのと、あとはですね、中山グランドジャンプ、高山グランド、そういう高くと別があるということです、ね、え、どういうこと、はい、高山グランドジャンプ、中山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 、 Yes、 中山グランドジャンプ、 Yes、 Okay、 JG1 OK、 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 なんだこれやめよう、やめようっていうのがあって、はい、障害競争の G1 レースっていうことなんです。そう。あ、福島で障害レースがあったらしい。ということ、中山で。中山？中山。中山市？何言ってるらしい？突然びっくりしましたね。で、まあ、注目馬もね、いろいろといると思うんですけども、まあ、その障害競争の G1 ということなので、あの私の台本にですね、ふなっしーにも華麗なジャンプをお願いします、無茶振りがございます、 OK でしょ、華麗なジャンプでしょ、せっかくなんでここが中央みたいなんで、こちらにお越しいただきまして、はい、皆さんこういう時がシャッターチャンスとなりますので、そして前行っていいよ、大丈夫、助走つけるし、ああ、なるほど、落ちないで、気をつけるなし、頼むから落ちないでね、もうぐしゃぐしゃになし汁まみれになるんでしょ前の人気をつけてくださいね、行きましょう、はい、何ジャンプっていうのし、何ジャンプにしましょう、あ、ちょ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 、中山、中山グランドジャンプ、おかしい、中山グランドジャンプいきなりだったから今ね、終わった後カシャカシャだった、もう一回でしょでしょ、中山グランドジャンプジャンプジャンプいや、なんか今日は息がいいね、そうだしな、跳ねすぎてるしな、パワー言ってるし、あ、でも今日比較的あの涼しいだしな、そう、あ、梨温度的にもいい、ね、うん、よかったよかったねえ、だからちょっと梨友さん待ってる方はちょっと寒かったかもしれない、寒かったらしい、あ、ね、自己責任なしあったかい言葉の一つでもあるのかと思いきやいや、ごめんなさい、あったかい、ほんと風邪ひかないようにしなしな、もうそうだし、あの風邪ひいて JR さんに比べれるのダメだしょ、ダメだし、フラッシュが怒られちゃうだし嘘だし、もっと風邪ひかないんだしな、ね、まあでもね、こうやってね、やっぱたくさんの方が集まってくれるっていうのもすごい嬉しいんですけども、はい、はい、あの皆さん競馬にね、あのふなっしーきっかけで来た方もいらっしゃると思うので、本当に、はい、で、ふなっしー今日何番にかけるとみんな喜びますか、あ、何番にしようかでもさ、奈々子ちゃん走るのしな、そうですそうです、11位です、ってことは、はい、奈々は外せないのしな、おー、奈々子ちゃん、もしな奈々子ちゃんで奈々外せないんだけど、ふなっしーでも大抵奈々入ってるからいい奈々よ、でもほら、奈々子だったら5も外せないのし、おー、さあ、来たじゃあ7号、奈々子で7号、あー、もしもう一頭ちょっとボックスが痛いなときは2、2な
275275船子ね。まあ勝手にこれ思っちゃって奈々子ちゃんの大大迷惑だし。でも ね、あのちょっと先日ね落馬されちゃったってこともあったけど、 そこはね、しかもさ船橋競馬場で落馬されたらしいんですよ。そうですね。ちょっと怪我はなかったら本当に復活中の幸いだしな。ね、こうやって今日も出られるってことですから応援していきたいです。応援するでし。嬉しい。ふなし、ごめん、なぜか私がセンターに立ってるからこっちの方来てくれないか。ちょっとごめんなさい、入れ替わろうか。うん、ふなし左ね。はい、にゃきーん。なにそれ。ちょっと後ろから見たら怖かったですね。ちょっと怖いやしな。やりやすいんだしな。行きましょう。せーの、行き。いやー、もうみんなの笑顔最高だし。よかった、純粋なちっちゃい子が笑ってくれた。あ、嬉しいですな。子供泣いちゃったらどうしようかと思ったらしな。そうですね。はい。で、まあ、あとふなっしーね、これからもまだまだいろんな予定あるんですけども、はい、あの先日 LINE ライブ見た方いらっしゃいますか。わー、ありがとう。はい、みんな見てくれてるのしな。とうとうですね、この梨の妖精が8月23日、はい、武道館で単独ライブを行います。いやー、見てありがとう、ありがとうらしい。武道館ね、人間界に前降りて4年経ったらしな、5年目、5年と多分ね7ヶ月ぐらいまで武道館。やばいですね。本当にもう皆さんのおかげで、そしてもう梨界最速。梨界最速ですけど、最初に最後の可能性もあるからね。そうですね。はい。もう確かに、でももう本当に最後だから、もう最後だからとか言っちゃう。やめろ。でも本当にね、大きなイベントなんで、本当に皆さんと最後まで盛り上げたいですね。ねえ、ね、キャラ界では50年ぶりということですから。ねえ、なんか50年前に、はい、ケロタンケロヨケロヨケロヨ、あれケロヨデメッコは、うん、ケメタン。ケメタンとケロヨとケロリンとどうした話。いや、もうなんかごっちゃになってるって。銭湯とかの桶になってるやつはケロリン。カエルの着ぐるみ的な着ぐるみとか言うな。カエルさんですよ。カエルさんは、はい、ケロリン。ケロリン、それがケロリン。難しいらしいな。みんながざわついてる。でもなんか本当に、うん、その50年前テレビで放送して、はい、なんかもうアクション系でこう一世を風靡して、うん、何でもね、3万人が武道館だって書いてあったらしい。すごいですね。伝説のキャラクターが50年前にいらっしゃったらしい。うわー、ふなっしーだったら10万人ぐらい囲んじゃうんじゃないかな。うわー、そくさまー。10万人別荘もないです、嬉しい。絶対冷静になる。でも4月の15日だから、うん、昨日か、もう早速そのチケット超最速販売を。そう、まだ予約かな、プレイで予約の段階なし。ねえ、あ、もしかしたらありがとうなしな。みんな盛り上がったしな。ねえ、みんなでなしこれなしな。いやー、楽しみなしな。ちょっとリハーサルやったらしい。受けなし、いくなしな。せーの、なしなし。うわ、すごい、もう嬉しい。これを1万人出られたらもう話吹っ飛べるしな。すごいですね、感動しちゃうよね。もう顔がベラーって向けてどっか飛んでっちゃうし。ダメだ、芯が出ちゃう。ダメですよ。ダメですよ。そうね。で、8月29日も大阪城ホールありますので、ね、あ、そうですよ、大阪城ホールも楽しいですよ。なんか規模で言うと大阪城ホールがこうでかいらしいですよっていうお話ですね。キャ
サパ的にね。いやー楽しみだしねー。あの都合がつけばぜひ遊びに来てください。はい、さあじゃあふだっしー、今度ちょっとお写真撮影タイム行ってみようか。オッケーだしー。はい、じゃあふだっしー左斜め前のお友達向いていきましょう。で、あの音響スピーカーあるのでちょっとその辺もチラッとしてあげてくださいね。ステージ向かって右斜め前のお友達シャッターチャンスです。いきますよ、せーの。はい、ナイス。はい、ナイス。ブシャーブシャー。ありがとうございます。はい、じゃあこっち行きましょう、せーの。ブシャー。はい、なし。はい、取られましたら手を下ろしてあげてください。3、2、1。はい、ありがとうございます。続いてふなし真ん中に行きましょう。このあたりです。はい、じゃあ真ん中のお友達シャッターチャンス行きます、せーの。はい、なし。それ好きだな今日。殺してくるし。なんだね。はい、3、2、1。ありがとうございます。じゃあ私今度右側に行きましょう。ステージ向かって左側のお友達シャッターチャンス行きますよ、せーの。はい、ナイス。プリッ。マンボ。はい、ご自身が取りましたら手を下ろしてあげてください。3、2、1。はい、ありがとうございます。続きまして右側にもお友達がございます。行きましょう、せーの。はい、なし。プリッ。はい、3、2、1。はい、ありがとうございます。さあということでふなっしーさん、もいもい名残惜しくもね、お時間となりました。なんかね、あの競争がなんか脅かしちゃいけないらしくて、うん、時間ぴったりと終わらなきゃダメらしいんですよ。そうなんですよ、ね、大間さんのね都合もありますから。ごめんなしな。でもこの後のね話、あのちょいちょい競馬場で賑やかすからよろしくなし。はい、賑やかすとか言ってダメなしな。手話しな。はい、プレゼンターやるし。そうです。あ、じゃあ私から案内すると、はい、あのこの後福島メインレースのラジオ福島賞の表彰プレゼンターをふなし務めまして、はいはい、今度2階のパドックにてお客様那須友さんと集合写真の撮影を開催すると、おー、おきるしいうことですので、ぜひパドックまで足を運んでください。楽しみですね。はい、嬉しい嬉しい。その他にもね、今日ふなしーランドからもいっぱいふなしーグッズも持ってきてますので、そうですね、よかったらぜひ寄ってってくださいね。はい、よろしくお願いいたします。じゃあふなしー、最後みんなにお礼を言って。はい、今日も朝からみんなありがとうございました。嬉しい嬉しいでしょ。だってね、あ、おい、ちょっと待って。いらっしゃー、感謝感激なしでブシャッチくれたいらしい。感謝感激なしでるブシャー。ありがとうございます。ありがとうございました。なしでした。また立ち上がればいいなし。やっはい、お座りの方立ち上がらないようにご協力お願いいたします。お座らないようにお願いいたします。君が悲しんでいる時はすぐ笑顔にさせるらしい。やっほー。よっしゃー。はじけて楽しい。見えなかったですよね。はい、ということで皆さん、特賞お付き合いいただきましてありがとうございました。ちょっと今日もね、あの来た時からふなっしーと、まあ、熊本のことばっかりちょっとお互い気になってですね、いろいろどうしていけばいいかっていうふうにも考えていたんですけども、私たちができることっていうのはきっとこれから出てくると思いますので、そのあたりはですね、今はちょっと見守っていきましょう。で、改めてまたご案内させていただきますと、福島メインレースのラジオ福島賞の表彰プレゼンター、この後ふなっしーが務めます。で、さらに今回は2階のパドックにて集合写真の撮影を開催するということですので、ぜひこちらもご参加ください。ということで本日は寒い中ありがとうございました。この後もよろしくお願いいたします。